引き込む相手に対する打ち込みを説明します。相手が引き込んできた場合、基本的な攻め方としては、相手の下半身にしがみつきながら、じっくりと足を越えて、または、またいで越えていくというのが一般的です。しかし、実際の試合の場面では、動きが小さく、また時間もかかってしまうために、試合で見かけることはあまりありません。また、実際そのような場面に遭遇しても、この展開だと待てになることが多いと思います。なので、今回私が説明するのは、立ち上がった状態から足を越えていくという打ち込み方法です。まず相手が引き込む体勢になっているところに対して、膝を畳につかずに完全に立ち上がってしまいます。そして片方の手は前に出しすぎない程度に帯だったり、または腹に近いあたりの襟を掴んでおきます。そして体重をかけることによって相手の腰の位置を固定しておきます。1、2、3のステップで越えていきます。まず何回かやってみます。まずいきなり越えるのではなくて、相手は当然足を引っ掛けてきたりします。それを越えるためには十分な距離を取るために思い切って下がります。下がった時に自分の両足だけで立っていようとすると、思い切って下がれません。これぐらいしか下がれません。これぐらいの距離では相手の足がまだついていきます。そこで大切なのは、自分の体が腕立てをしている時のような体勢になって、目いっぱい足を遠ざけることになります。手でもしっかり体重を支えられていないといけません。なので最初に説明した手の位置、これも重要になってきます。自分の体が支えられない手の位置ではいけません。しっかりと自分がの上半身を支えられる位置に手を置き、そして思い切って下がります。これで相手の足は届かない空間を作ることに成功します。次に2のステップでわずかに横にステップします。大きくステップしないようにしてください。わずかにステップします。そして自分の足が一歩大きく踏み込むためのスペースを作ります。そのためには相手のこの足が少し邪魔なので、軽くいなしてあげます。グッといなしてあげます。そして直線的に回り込むのではなくて、直線的に大きくステップしていきます。1、3と踏み込んでいきます。3で踏み込んでいったときに足を流してしまうと、場合によっては逆転で相手が押し返してくるときもあります。なので足は流さずに、相手の脇の下や脇腹の胴着を踏むぐらいの勢いで、ギリギリのところを踏み込んでいきます。そしてできれば膝やすねで相手の脇腹を押さえて制しておくようにしてください。この時に膝で、過度な圧力をかけてしまうと当然反則になってしまうので、あくまでも相手の動きを制限する程度に圧力をかけております。1で大きく下がります。ここがしっかり中途半端になってしまうと、まず何もできません。思い切って大きく下がってください。そして、対角線上にステップして踏み込んでいきます。ここまでをまず繰り返しにやっていきます。1、2、1、2、1、角度を変えてやってみます。これができるようになったら、次は固め技へ移行していきます。ただ回り込むだけでは何にもなりませんので、回り込んだ後にしっかりと、抑え込み、または締め技、関節技を決めに行きます。例えば足を越えて回り込まれたら、当然相手は背中を向けて逃げに行っていこうとします。そこを重症型の打ち込みを応用して
回り込む。もう一回いきます。1、2、3、右。回り込んでまた元の位置に戻る。1、2、3、右。このように打ち込みしていく。また押さえ込みがしっかりしていると相手は当然エビをして逃げようとしてきます。これを捉えて十字固めを狙っていきます。私は現役時代、このように足を、越えた後は大概相手がエビをして押さえ込みを逃げてくるのですかさず十字固めを見るという戦法を多く活用していました。Oh.